こんにちは、チャックバスです。本日は私は今 JFK 国際空港にいます。で、今からマンハッタンに向かうんですけども、前回地下鉄の、利用の仕方ということで JFK からマンハッタンまで地下鉄の動画を上げたんですけど、その時に言ってたあの高速バスですね、空港からマンハッタンまで行ってくれる、まあ、主要の箇所しか行ってくれないんですけども、そのバスがですね、前までターミナル7で出てたんですけど、もう出なくなっちゃって8か4か1まで行かなきゃいけないんですね。ですので、そのルートをね、一緒に回りたいなと思います。それでは行ってみましょう。これからですね、マンハッタンに地下鉄で行きたいと思うんですけども、今これを撮ってるのは2018年の10月5日の、ニューヨーク到着がちょうど3時で、入国審査がすごい混んでて今5時過ぎになったんですけど、白タクすごいですね。タクシーが並んでるんで白タクすごいです。皆さん来られる方本当に気をつけてください。タクシー並んでる方がね、声かけられてましたんで、白タク乗ったら$400は持ってかれますんで、乗ったらおしまいですからね、気をつけてください。本当に並んでる人に声かけてきますんで、一つ頭に入れといてください。一番危ないのは空港のそばなんで、ね、覚えておきましょう。それでは、エアトリーに乗ってね、ターミナル8に移動したいと思います。並び出すと、イエローキャブっていう黄色いタクシーと列が並び出すと一気に増えるみたいですね。僕の目の前の人も白タクシーに声かけられて行き先言ってましたからね、思わず声かけちゃいました。ではターミナル7のエアトレインの、ね、駅に着きました。こちら上の電光掲示板見てもらえると分かると思うんですけど、あれの8っていうのですね、移動したいと思います。ちょっとね、今電車行ったばっかりなんで、また電車が来たらカメラ回したいと思います。
トレインに乗り込みました。まあ、7から8なんで一駅ですね。それでターミナル8に着きました。ここから一度、ターミナル8の方に一回戻ってね、バスに乗りたいと思います。誰か来るのかもしれないですね。で、ここで待ちたいと思います。我々 NIC ニュース NIC エアポーターだったんですけど、最近このゴールデンタッチっていうのに変わったんですかね。これに乗ってみたいと思います。
スは下の方にねお願いしちゃいましょう。私はちっちゃいんでそのまま乗り込んじゃいます。さっき言ったチケットってのはこれですね。確実にもらってください。次の駅かもしくはこの駅でチケットが取られると思います。
ようやく、ニューヨークに到着いたしました、バスが出てからだいたい1時間半ぐらいですかねかかってタイムズスクエアに到着となりました。いかがだったでしょうか。今回は、バスを利用して、JFK 空港から、マンハッタンに、ね、向かうルートを紹介させていただきました。まあ、この動画が、ね、役に立ったという方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画で会いたい、お会いいたしましょう。